こんばんは、モリーです。おっしおっし、黒だぞ。今回はマナーロードやっていきましょう。前回は新たな領地を得たんだったな。思ったよりそれぞれの集落の連携が難しくて、それぞれに発展させる必要があるってのが分かったぞ。この手のゲームではなかなか珍しい感じですが、リアルさが重視されている感じがしますね。それで今回はどうするんだ？形としてはこれまでの繰り返しなので、サクサクっと進めて、他の領地と戦えるといいでしょうか。そこまで進めるのな。そろそろ大規模な戦闘も見てみたいですしね。というわけで早速やっていきましょう。そんなわけで集落の発展を進めていたんですが、発展中はこれ以上見せ場らしい見せ場がないんですよね。盗賊が襲ってきたりはしましたし、着実に盗賊の規模も大きくなってましたけど、こちらの規模も大きくなっているので、問題なく対応できました。そうは言いながら、軍の移動はどうしても悪戦苦闘してる感じがするな。森で軍が見えなくなるのに本当になれないですね。とはいえ被害は最小限でしたよ。この盗賊を倒したことで増えた影響力を使って、四つ目の領地を占領。これでさらに管理する土地が増えました。まあ他の領主がそうであるように、最悪新しい集落を作らないって選択もあるからな。それも視野に入れた方がいいでしょうね。それにしてもこうしてみると、随分と人が増えましたね。そうだな。今で人口はどれくらいなんだ？200人は超えましたよ。しかも最初の集落だけでなので、すべての領地の住民と考えるとその数はもっと増えます。もうこれは集落って規模じゃなくなってるな。実際ゲーム的にも居留地レベルは大きな町になってまして、集落を大きくするのがゴールのルールならすでに終了してますね。そりゃでかいわけだぜ。逆に言うとここが上限のようなので、開発のすべてを一つの集落で取ることはできない仕様のようですね。安易には取れない感じだな。それぞれの領土に特化した町をってことなんだろうぜ。まだまだ開放されていないものも多いですけど、この辺りはこれからどうなるのかが楽しみですね。今回この町は、鉱山と交易と農業の町、のような感じになっているので、これをより特化させることになるのではないかと思います。今だと最大で取れるのが6ポイントだから、たとえ分野を絞っても全部取りきれない感じになるな。これが果たしてどうなるんだか。他の集落で今回紹介していない開発についても、触ってみているのですが、なかなかに奥深いことになっていそうですよ。私もまだまだ知識は浅いですが、機会があれば紹介したいと思います。というわけでなんやかんや進めて、空いている土地の占領は全て終わりました。最初考えると随分広くなったもんだな。さすがに集落は作りませんでしたけどね。まあこの後作ることになるかもしれませんが。ということは、残り3つの土地を取りに行きましょう。とりあえず招集できる兵力を全て招集しまして、影響力を使って占領を宣言します。必要な影響力は2000、空白地は1000だったから必要量が増えてるな。この状態で占領を要求してみましょう。普通に占領中のマークが出たな。まさかこのまま取れるってことはないよな。さすがにそれはないと思います。とりあえず私たちの軍を占領地に向かわせましょう。少し時間を進めていくと、この地の領主が軍を派遣してきました。まあ当然の対応だわな。これに勝利すればいいんですかね。なんか左に占領の画面が出てて、敗北中って表示になってるな。それにしてもこれ、相手の方が数が多くないか。盗賊も時間経過で数が増えてましたし、領主の軍も増えるんですかね。正直思った以上にいてびっくりしてます。とはいえ今更後には引けません。なんとか勝利したいところですが、とりあえず両者布陣しました。ここからなんとかなるでしょうか。こっちとしては相手の遠距離部隊が多いから、できればそれを削りたいな。最悪肉薄して射撃できないようにはしたいが、そこまでうまくいくといいんですが、ありがたいことに敵は弓兵が前にいます。まずはここを切り崩したいですかね。敵も細かく軍が動くな。ここだけ切り取ったら、とても街づくりしむとは思えないぞ。うまく組み合わさっていますね。左翼で敵の一軍が個別に動きました。傭兵ですかね。こちらにもしっかり対応しつつ、メインは右翼の衝突ですかね。ここは力勝負になりそうですが、数で負けてるのにそれはあまり嬉しい展開じゃないな。とりあえず左翼はこちらが勝利しました。ここから左翼の軍を右翼に転進させます。これでどうなるかな。相手の精鋭部隊を包囲、なんとか殲滅できそうです。こっちも相応に被害は出てるけどな。もともとの数で負けてるので仕方ないですね。幸いなのは、こちらの部隊が追いかけ回すだけで、相手の弓兵が逃げ回ってくれることですかね。これで相手の旧兵はまともに戦闘に参加できていません。これで数的優位を作れました。近接部隊を撃退した後、逃げ回る敵弓兵を追いかけ回して、なんとか撃破したんですが、なんか勝利にならないんですが。どういうことだ。確認してみたら、事前に決戦場が決まっているみたいですね。ここに敵がいない状態を作り続ければ勝利になるのでしょうか。まあそれなら残り時間こっちの軍だけ置いておけばいいのか。相手領主からメッセージが来てますが、これは適当に返しておきまして、終了時間まで待ってみますかね。そんなわけで、残っていた軍を残して内政をしていたんですが、敵ユニットを発見しました。これは、
子、これ、相手はさっきと同規模の軍を送ってきてないか。どうやらそのようですね。これはどういうことなんでしょう。決められた戦場で戦わないといけないとかですかね。それにしても同規模の軍をもう一度送ってくるのは想定外です。こっちの残ってる軍はどれだけいるんだ？招集中なのはこれだけですね。さすがにこれは、どうしようもないですね。さすがにこのままでは終われないので、戦闘開始前に時間を戻して、もう少し準備を万全にしてみました。ルールもわかりましたし今度は負けませんよ。これで負けたらいよいよって感じだな。とりあえずやってみましょう。まずは部隊を招集、おおよその位置に集結させておきます。とりあえず集めて決戦地に送り込む感じだな。そういえば準備をしていて気づいたんですけど、編成する部隊の数は最大で6部隊までですね。そこも制約あったのか。そうなると数千対数千みたいな規模にはならないんだな。そのようですね。まあ相手もその限りかはわかりませんが、とりあえず移動が落ち着いたところで、領地の占領を宣言してしまいましょう。決戦地が変わらないといいのですが。戦闘開始の合図が来ましたね。決戦地はどこだ？前回と同様の位置のようです。この位置からなら待ち構えられるでしょうか。今回は基本的にこちらからは動かず、待ちの姿勢をとってみます。動かざること山のごとしだな。必ずしもですけどね、先ほどの戦闘を考えるに、相手が素直に正面からぶつかってくれるとは思えないのがネックです。とりあえず相手が接近してきましたが、今回も弓兵が前にいますね。そして傭兵部隊だけが単独行動をとっています。最初は弓の削り合いになるか。私もそう思っていたんですが、こちらの左翼弓隊がゴリゴリ削られています。こちらも一応ダメージは与えているんですが、ここに盗賊いるけど、もしかして遠距離攻撃できたりして。わかりませんが削れるペース的にはありえそうです。あ、弓隊が。こうなったら仕方ありません。先ほどの戦闘で思いついた秘策を使います。何をするんだよ。まずは全滅してしまった弓隊を部隊から削除、そして集落の方に残っている人たちから新たな部隊を作成します。これぞ予備隊戦法です。なんかすごい卑怯な感じがするんだが、まあでもこれは使用の穴だな。確かに最大部隊数が6部隊ってことは、村に人が残ってるってことでもあるから、たとえ戦闘中でも補充ができると。もちろん移動の時間はかかりますから、間に合うかは戦況次第ですけど、今回のような形式なら間に合うかなと。というわけで新たな部隊の到着を待ちつつ、残っている部隊で戦闘を継続していきます。先に1部隊失ったモリー軍だけど、少し遅れつつも相手の弓隊1つを壊滅させたぞ。これでも傭兵の分相手の方が部隊が多いんですが。そういえばこっちも傭兵使えないのか。傭兵のシステム自体はありますよ。ただ傭兵も6部隊上限の範囲内なのか、現状だと雇えないんですよね。なるほどな。それにしても戦況が動きませんね。相変わらず基本的には弓兵同士の打ち合いになっています。弓兵の数は向こうが上だからなのか。敵の動きも変わらんな。これでこちらの弓兵を失うと辛いんですが、ここでこちらの増援部隊が到着。相手もそれに気づいていたのか、傭兵部隊が対応に来てますね。これ増援部隊は弓兵じゃないのか。今回の増援部隊は長槍兵ですね。長槍兵は近接部隊では防御力が低めですが、盾を持たないから回動速度が速いのが特徴ですね。同じく足が速めの弓兵に有利を取りやすい印象です。今回は傭兵にぶつける形になりましたが、そしてここで相手の前衛部隊が突っ込んできました。いよいよ決戦って感じだな。ここからは細かく前衛部隊を動かしつつ、少しでも有利が取れそうな動きをしていきます。こうなると旧兵が残ってるのが嫌だな。それはお互い様ですね。なんとか相手を囲い込む形に持ち込みました。ごちゃごちゃしてるな。元々の数の差を考えると、正直どっちが有利なのかはわかりませんね。とりあえずこちらとしては、前衛部隊が耐えている間に、なんとか長槍兵部隊が傭兵を片付けて弓兵にちょっかいを出せるとベストですかね。少し時間を進めると、敵弓兵の一つが傭兵部隊のフォローに入る動きを見せました。これはチャンスですね。弓兵を横にずらして相手弓兵を牽制、さらに長槍兵の移動力を生かして、ここから旧兵にアタックさせます。傭兵部隊はいいのか。かなり人数も減ってましたし大丈夫でしょう。前線の衝突地帯では敵部隊が一つ戦意喪失で撤退しました。これで部隊数ではようやく有利です。とはいえこちらの精鋭部隊などがかなり数を減らしているのですが、とりあえず長槍兵の弓兵強襲は成功したようで、敵弓兵が一度後退する動きを見せました。ここで長槍兵はもう一つの弓兵にアタックさせましょう。だいぶ押してるか。いい雰囲気ではありますね。長槍兵のアタックが決まったタイミングで、前線は完全に崩壊しました。こちらの勝利です。やったな。問題はこれでちゃんと勝利になるか、ですね。さっきみたいにもう一度同じ部隊が来たら、さすがに対応できんだろ。無理ですね。今回はちゃんと決戦地で戦ったので、大丈夫だと思いたいんですが。
勝利アナウンスした。やりました。やっぱり決戦地で戦う必要があるみたいですね。これで敵領主とは和平、該当の領地を占領することができました。やったな。ですね。あとはこれを2回繰り返す必要がありますが、まあ最初の戦闘も一度目分かってたし、ちゃんと準備すればいけるだろ。そう思いたいですね。というわけでこれが最後の戦いです。あの後開戦前なら一傭兵団雇えることに気づきまして、8部隊になったこと、精鋭部隊の人数を24人に増やす方法が分かったことで、一気に戦闘が楽になりました。まだまだ知らないこともあるな。出たばかりのゲームですからね。今回のシリーズでいろいろ触れてきましたけど、まだ触れられていないこと、間違って認識していることもあるのではないでしょうか。とはいえ一通りは触れたので、私としては満足ですかね。というわけで最後の舞台を撃破。これでゲームクリアですね。短かったような長かったような、なかなか面白かったぞ。私としてもかなり楽しめました。これでまだまだアップデが控えていると考えると、この先が楽しみですね。私としてもまたある程度アップデされたタイミングで、もう一度触ってみたいと思いました。今回は難易度抑えめだし、次はもっと難しくしてもいいかもな。私あまりそういうの得意ではないんですが、最後にアワードが出ましたね。経過日数3783日ですか。個人的にはこれを短くする方に興味があるかもです。そういうプレイも面白そうだな。現時点でもいろいろな遊び方ができそうだぜ。また遊びましょう。というわけで今回はここまでにしますかね。了解したぜ。このチャンネルでは、歴史ゲームやシミュレーションゲームの動画を投稿しているぞ。よければチャンネル登録して応援してくれよな。拡散のためにも高評価やコメントもお待ちしているぞ。X のフォローもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。